はい、どうも陣です。じゃあ先生、いよいよ来週日曜日大会なんですけど、はい、ちょっと今コンテストシーズンということで、いろんな人がコンテスト目指してると思うんですよ、はい。まあ、それこそサマスターだ、ベストボディだ、それこそ FWJ だ、JBBF だって、みんな多分コンテストシーズン入ってると思うんですけど、この大会の10日前後ぐらい、もうほんと直前っていうのはやっぱなんかみんな結構過ごし方とかトレーニングどうしていったらいいとか、まあ、食事の部分がどうとか、カーブアップ、ディブリートとか、なんかいろんなやっぱ情報が錯乱してると思うんですよね。やっぱその辺のなんですかね、ベスト回答っていうか、先生なりのやっぱり回答っていうのをちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、一番大事なのは、はい、アドレナリンが出過ぎないようにすることなんですね。アドレナリンが出過ぎるとアルドステロンっていうホルモンも出てきて、はい、これがですね、体に水とか塩を溜めちゃうんです。なのでコンテスト前ってもうすごいやる気が出て、疲労感もない、疲れない、ガンガンやっちゃう。それはアドレナリンが出てそうなってるんですけれども、それをずっと大会まで継続していくと逆にむくんじゃう。なるほど。なのでむしろリラックスしてアドレナリンを抑えて体も休める、はい、そうした方がコンテストの時にむくまないでバリッとした感じになるんですね。でアドレナリンって結構血管収縮させたりするんで、なるほど、まあ、すごい頑張ってきたんだけどコンテスト時になったら全然張らない、血管もなくなっちゃった、こういうのはもうアドレナリンの出過ぎ。なのでできるだけ体を休めて精神をリラックスさせる、はい、それが一番大事なことです。ただあれですよね、やっぱ1週間10日前までには、まあ、ある程度完璧な状態というか絞り切った状態っていうのはやっぱ作ってるってことが前提ってことですよね。そうですね、仕上がらないとどうしてもアドレナリン出てやりすぎてしまうので、できるだけ早めに仕上げておくっていうのが前提です。例えばですけど1週間10日前ぐらいでやっぱりもう一絞りしたり仕上がってないって人はやっぱそこはやっぱりやり続けるというか、そういう場合はやるしかないですね。やるしかないですか。ないですね。逆にその僕今回みたいに先生がもうむしろ休みなさいと、もうカーブ上げてあとはゆっくり体を休めてあげなさいっていう、まあ、それなりにもう仕上がった状態の人っていうのは、はい、最後のその僕が結構不安なのが去年やっぱ釣っちゃったっていうのが、はい、まあ、それまでやっぱなかなか低血糖で寝れなくてとかのがもう1ヶ月ぐらい続いて、でカーブが入ってもうすごい眠くなって寝れば寝るほど水が抜けてって、まあ、去年多分釣りすぎたみたいなのがあったと思うんですけど、仕上がってる人の最後の調整っていうのはどうしていったらいいですか。まず仕上がっていればそこからカーブをだんだん増やしていくんですね。だんだん増やしていっても代謝が上がっていくので逆に体重減ってくる。なるほど。ですのでそういう状態が一番張りが出て元気になって大会当日のパンプもうまくいくというようになるので、一気にあのカーブディプリゲート、一気にカーブアップというのは、はい、むしろ危険なので、ちゃんと仕上がってるんだったら1週間かけてちょっとずつカーブを増やしていく。そうするとむくむこともなく元気でいられる。なるほどですね。あと釣っちゃうっていうのは水の抜きすぎ、塩分の抜きすぎなんですけど、はい、特にこの時期って塩分が足りなくなっちゃう、はい、でまあ塩を抜くことによって仕上がるって、水が抜けるっていうふうにみんな思ってるんですけれども、逆に塩が抜けすぎると今度は血液の量が減っちゃうんですね、はい、そうすると全然パンプしないし血管も消えてしまうということになるので、はいはいはい、塩はちゃんと取っておいて大会の前日だけ減らす。なるほど。ただ減らすといってもゼロにはしない。大会までの、まあ、これからの1週間の間塩分はちょっと多めに取っておく、はい、多めに取っておくと塩分を出そうとする働きが強くなるんですね。なるほど。塩分を出そうという働きを強くしておいて前日に塩分の摂取量を減らす。なるほど。そうすると一気に抜けてきて、ただやりすぎると抜けすぎる。なるほど。それで釣ってしまうということがあるので、ちゃんと前日まではしっかり塩分を取って体に不足しないようにしておくと、ちゃんと溜めておく。なるほど。ということが大事。水分も抜きすぎないで、はい、今回ステージが上がるのは何時ぐらい？多分3時半とか4時ぐらいになると思うんですね。じゃあもう大会当日の朝までは取って、はい、7時ぐらいにしっかり朝ごはん食べて、その時水飲んで、はい、それ以降水を控える。それ以降でいいんですね。そうですね、朝は飲んで朝からその3時までの間は水を飲まない、あんまり飲まない、前日から塩を控えると。塩を控える。水はじゃあ当日の朝までは普通に飲んで、朝まで飲んじゃっていいやつ。ただ前日の夜ですか、夕方から塩分を控える。あ、前日の、そうですね、昼からでいいです。昼からですね、まあ、24時間前って感じで。なるほど。から塩分はまあゼロではないけども本当にちょっと味付けるぐらいな。そうですね、
まあ、それまでの間この1週間ちょっと多め、普通の日本人の食塩の摂取量って1日 12g ぐらいなんですけど、 12g、はい、まあ、5割増しで 18g ぐらい、 18g ぐらい取っておいて、はい、で前日に12普通にする。そうするとちょうど釣らないでいい感じに水が抜けてくると思います。なるほどですね。先生、これって体重のかける何グラムがナトリウム推奨量みたいなってあるんですか？そうですね、体重というよりは体の、あのナトリウムの場合体の臓器、はい、胃腸とか腎臓とかそのあたりに作用してくるので、あんまり筋肉量とかそんなに気にしなくていいです。なんかやっぱ水抜き塩抜きっていうと伝統的なじゃないですけど、イメージは3日前から塩分はカット、はい、水分ももう1日3日前ぐらいから2リットルぐらいみたいな、で前日は本当もうほぼなくすみたいなのがやっぱりイメージだったんですけど、はい、でもこれってのはもう先生からしたらどうですか？もうそれやると逆にむくんじゃう。むくんじゃうんですね。ずっと抜いてると逆に水と塩分を貯めようとする働きが強くなっちゃうので、なるほど、3日前からやるとその働きがどんどん強くなっちゃう。なるほど。でも直前にやればその働きが強くならないということになります。なるほどですね。塩分に関してとナトリウムに関して今のがもう回答だと思うんですけど、そのカーボディプリートとアップについて先生的にやっぱこのディプリートするしないっていうのはなんかどうなんですか？仕上がった完璧な体にディプリートしてアップするとよくなんかさらに上の次元に行けるみたいなやっぱイメージってあると思うんですけど、これに関してはどうですか？もともとカーボディプリート、カーボアップっていうのはもう1950年代ぐらいに考え出された方法で、もともとマラソン選手とかの人が体内にグリコーゲンをいっぱい食べる、はいはい、まあ、これをシャーマン・コスティル法っていうような名前がついたんです。これ先生の文献に載られてましたもんね。炭水化物のすべてとかそういうのに書いてあると思います。そうですね、あの下に夜貼っとくんですよ、皆さん買ってください文献、はい、でそれをやることによって確かにグリコーゲン溜まったんですけど、カーボディプリートの間にみんな体調崩しちゃったんです。特にアスリートとか1週間前すごいハードにトレーニングするので、はい、そういう状態でカーボディプリートするとミネラルとかも抜けるし水も抜けてしまう、免疫が下がる。それでまあ、そのシャーマン・コスティル法ちょっと下火になったんですけれども、そうではなくて1980年代ぐらいから1週間前から普通にカーボの摂取量を増やしていく、はいはいはい、ただ試合前はトレーニング頑張ってグリコーゲンを抜いていく、グリコーゲンを枯渇させる、はい、そのようにしてカーボディプリートはしないで単にカーボアップ、ただ緩やかにカーボアップする。なるほど。そうすることによってグリコーゲン、十分貯めることができる、はい、リプリートの必要なしに普通に増やすだけで同じようにカーボアップできる。なるほど。ということになっているので、その方が断然、まあ、効果が高いし、はい、体調を崩すこともない、むくむこともないということになります。徐々に増やしていくのは大体何日ぐらい前から徐々に増やすのかベスト？本当はですね、2週間前ぐらいに仕上げちゃって、はい、2週間前から1日 20g ずつ炭水化物増やしていく、はいはいはい、そういう感じで、まあ、体の状態を見ながらだんだん増やしていくっていうようなやり方が一番いいんですけれども、まあ、2週間前でなく1週間前から体重 ×6 ぐらい、はい、体重 ×6 ですね。ですね、まあ、90キロだったら540グラムぐらいの糖質とっても大丈夫。1日ですか？そうですね、まあ、計算上。ただそれはマラソンランナーとかがもうパンパンにするための量なので、な、まあ、そのパンパンにする必要もないということを考えますと、もう少し少なくて400グラムぐらいでもおそらく大丈夫で、大会の当日まで、当日朝まで、朝まで400グラム目安に取り続ける、はい、なるほどですね。1日400ですかぐらい取っても絶対体脂肪増えないし、はい、むしろ張りが良くなって皮が張り付いた感じになってくると思います。まあ、週で何グラムぐらいって僕の中である程度もう決まってて、それをまあ週で例えばですけど、今日は100取ったら次の日じゃ300取ってみたいな、はい、サイクルみたいなのを顔でバラしてみたいなやり方で、まあ、1週間5分に取ってきたんですけど、大会の例えばですけど3日間カーボアップで4日前からちょっとディプリートじゃないですけど減らしてみたいなイメージってあると思うんですけど、これはもう僕に関してやんなくていいってことですね。もうディプリートしないで普通に多めにずっと1週間取り続けた方がいいです。逆に当日とか前日とかに800とか取りすぎてもダメってことですね。そうしない方がいいですね。そうしないために早めに多めに取っておくということです。早めに貯めておけば、例えばもう万が一むくんだとしたら前日にカーブをカットすればそれは抜けるので、そういう微調整が可能になるんですね。なるほどですね。じゃあ先生、これディプリートに関して例えば最後の一絞りでディプリートやるみたいなイメージもあると思うんですけど、これもやっぱダメ、まあ、仕上がってない人はそれでやるしかないです。なるほど。
ですので仕上がってしない人はディプリートを長くして、はい、でその間ちょっと脂肪が多めに、まあ、ケトンに近い感じのローカロリーにしたいと、はい、で前日24時間だけカーブを入れる。なるほど。そうすることによってまあ減量が進むということになります。ファットローディングは僕みたいに仕上がってる人はもういらない。仕上がってれば全然必要ないです。なるほど。仕上がってない人がちょっとディプリートしてる時に、代わりのエネルギー源として脂質をちょっと多めにとって、はい、で最後にカーブアップをするっていうのが、まあ、やり方なんですね。これね、結構勘違いしてる人、僕も未だにこの方がいいんじゃないかとか、いろんななんですかね、昔のそういうデータだったりとか、そういうの中でね、いろいろその情報が交錯しすぎてみんなこんがらがってると思うんですけど、真実はやっぱり、しっかりと最低でもやっぱり1週間10日前ぐらいに絞り切る。でそこから徐々にカーブを戻していく。そうです。はい。で、ちゃんとしっかりと徐々に戻して、むくみリスクとか、水抜けすぎリスクとか、そういうのをしっかり、なるべく排除して、大会の当日ヘラヘラじゃなくて一番元気な状態で出る。これがもう真実。そうですね。これがベストです。はい。ってことで先生、今日は、ね、すごいいい情報をたくさんありがとうございました。I got a girl that compliments my fly, and when it goes down, I know she gon' ride. I finally got somebody I can call mine. My one time for the one time. I got a girl that compliments my fly, and when it goes down, I know she gon' ride. I finally got somebody I can call mine. My one time for the one time.